アウェーはどこも慣れない環境だと思うんで、そこは、まあ、いろんなチームでプレーしてる選手がいますし、それぞれどこのチームでもアウェーの戦いっていうのはあると思うんで、別に新しいことじゃないですし、まあ、そういう日頃からの経験がしっかり初戦の勝利っていう形になったのかなと思いますね。自分が、まあ、今スペインにいるんですけど、スペインなんかでもリアルタイムで放送されてるくらい盛り上がりがすごいと思いますし、まあ、バレーなんかも、まあ、いろんなスポーツが、まあ、ワールドカップやってて、まあ、ラグビーは自分の、まあ、知り合いにもラグビーやってる人とかいるんで、まあ、そういった意味でも非常に、まあ、好きなスポーツというか、時間があれば見たりもしましたし、まあ、非常にサッカーだけでなくいろんな競技が盛り上がれることが日本のスポーツの発展につながるのかなと。まあ今次の試合もワールドカップの予選ですけど、ワールドカップに行くためのものなんで、まずはそこにしっかり集中して、別に何も日本が出場することが決まったわけではないので、ラグビーやバレーボールとは違ってまだサッカーは出場権獲得できてないんで、そこに集中できればいいかなと。そうですね、まず野澤選手なんかは自分も多少関わりがあって一緒にプレーする機会もある中で、まあ、去年くらいからアンダー17のワールドカップに出たいっていう話を、まあ、自分にしてきたことがあって、まあ、それで今回メンバーに入っているのを見たときに、まあ、非常に自分も嬉しく思いましたし、まあ、個人的には彼を応援してるんで、まあ、しっかり活躍してもらえればなと思いますし、まあ、西川選手もまあ、アンダー17のワールドカップがどうとか言うつもりはないですけど、トップレベルの選手だと思うんで、しっかり活躍できると思いますし、まあ、自分たちは1回戦で PK で負けてしまってるんで、まあ、それよりも高い順位にはいけるチームだと思ってるんで、まあ、結果を楽しみに待ってるって感じですね。ホームでたくさんの方が見に来られると思いますし、まあ、テレビで観戦される方もいると思いますので、まあ、その方々に自分たちがいいプレーを見せて、サッカーも楽しいなって思ってもらえたらいいかなと思います。自分たち初戦しっかり勝ってるんで、そのままの勢いで、まあ、ホームですし多少のアドバンテージもあるかと思うので、それをしっかり生かして序盤から主導権を握りながら戦えればいいのかなと。